決戦フラッシュの時間です。10月からの消費税率引き上げに合わせて事業者が消費税を期限内に納めることを宣言し広く呼びかける催しが行われました。近鉄奈良駅前で行われたこの宣言式は消費者から預かった消費税を事業者自らが正しく申告し期限までに納めようと税金などに関わる6つの団体が開いたものです。増税を行うと税の滞納が増える傾向があるといい来月から消費税率が引き上げになるこのタイミングで行われました。預かってますからやはり完納してもらいたい、それも期限内に、スムーズにしていただきたい、それをまあ事業者の方に、よく理解をしていただけることが最大の目的です。参加者らは駅前の商店街を練り歩き道行く人に適正な申告と納税を行うことや軽減税率制度を正しく理解するため説明会に参加することなどを呼びかけていました。